人情ものをつぼをされたという話ばかりでした。人情ものを書くコツ、この人情もので最後にほろっとさせるコツとか、そういうもののそのなんかコツというか着想というか、そういうものは何かあるやつでしょうかということですか。意外とね、人情もの書いてるつもりあんまりなかったりとかするんですけど、あれとなんかのね、後書きかなんかあれで書いたんですけど、藤子不二雄さんの少し不思議みたいな感じの、うん、だから日常の中にちょっと不思議なことが入ってくる話で、でまあ最初 のシリーズ連載が始まった時とかは、途中途中嫌な話も入れようかなとかちょっと思ったんですけど、まあ、3話目ぐらいか書き始めたぐらいの頃から、もうこれ最後までいい話にしようみたいな感じの、薄い話が続いてますね。普段ね、あんまりいい話書くないんで、この機会にいい話書いておこうかなみたいな。ちゃんと落としてますよね。だからやっぱりね、人情物的というか、そういうところってやっぱりあんまりこうなんだろう、ちょっと寸止めぐらいの感じ、ちょっと主人公上人物たちがちょっと泣きそうなところを我慢してるぐらいの感じでやっとくのが多分いいんじゃないかなと思います。寸止め生殺しって大事ですよね。あんまりなんかこう受けすぎないや若干一応なんか意味は分かってる人がいるよな。登場人物があんまりね、こうなんかこう感動させようみたいな動き方すると、うん、強ためになっちゃうから、だからちょっとこう各方がちょっと抑え気味でやった方がいいんじゃないかなと思います。なるほど。